これはね、めちゃめちゃ人気なメニューでございますね。ポン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 、こんがりいい感じになってますね。おいしい。はい、こんにちは、インドカリートです。いやー、もうそろそろゴールデンウィークが近づいてきておりますね。ゴールデンウィークは皆さん何するんですか？そろそろ皆さん予定が決まってるんじゃないですか？私はですね、今のところ働きます。今日はですね、皆さん4月始まってきて、まあ、そろそろね、お弁当作ってもいいかなとか余裕が出てきてるんじゃないでしょうか。お弁当にね、めちゃめちゃおすすめなスパイス料理があるんですよ。今日はめちゃめちゃ少ない素材で作れるスパイシーカリー竜田揚げの作り方をご紹介します。これはね、めちゃめちゃ人気なメニューでございますね。超絶ね、美味しいレシピをね、ご紹介しようかなと思うので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速材料紹介いきましょう。はい、こんな感じ。めっちゃシンプル。鶏もも肉 300g、 にんにく生姜は1かけずつですね。これね、チューブのおろしにんにく、おろすのでチューブのおろしにんにく小さじ1杯ずつでも OK です。もうこれだけ。あとね、醤油とみりん使ってきます。で、スパイスはターメリック、クミン、コリアンダー、タクコとチリだけですね。もう基本のスパイスです。で、チリは辛味ですね。なので辛味嫌だっていう人は除いても OK ですけど、まあ、あるとね、ちょっとね、ピリッとして美味しいですね。早速作っていきましょう。ボウルかポリ袋を用意してください。私はですね、ボウル洗うのめんどくさい派なのでポリ袋でやります。ここにおろしにんにく、おろし生姜入れてきます。竜田揚げってやっぱちょっとね、生姜が香った方が美味しいんですよ。で、生姜はやっぱすったものが一番美味しかったりするので、結構ね、竜田揚げ作る時はね、わざわざ生姜はね、生で使う感じですね。竜田揚げと唐揚げって何が違うかっていうと、まあ諸説ねあるんですけど、竜田揚げって醤油とかみりんで漬け込むんですよね。じゃあ塩竜田は唐揚げですかって言われたら、そうかもしれません。じゃあ醤油唐揚げは竜田揚げみたいな感じですね。ちょっとよくわかんなくなってきましたけど、生姜とね、ニンニクを小さじ1杯分すります。で、ここに塩をね、小さじ4分の1杯ぐらい入れます。ちょっと醤油だけでやるとね、真っ黒になっちゃうので、醤油じゃなくて塩を小さじ1/4。ここにですね、タクコを小さじ1杯ずつ入れます。結構ね、多いかなって思うんですけど、揚げるとね、かなり高温で炒まっちゃうので、揚げられちゃうので香り飛ぶんですよね。で、基本ね、少し多めに入れてます。チリペッパーはお好みですけど、私辛いの好きなんで小さじ1/2杯入れます。辛いの苦手な人は半分でも大丈夫です。さらにここに醤油とみりんを入れていきます。で、みりん持ってない人は、まあ、酒でも一応代用できます。みりん大さじ1杯を代用する場合は、酒と砂糖を大さじ1/2杯ずつ入れて大さじ1杯を作ってください。みりんですね。みりんはね、結構ね、重要です。竜田揚げのほんのりね、甘い味わいをつけるために、ね、重要だったりします。醤油とみりんは大さじ1杯ずつ入れます。こうしたら、このままね、すぐ鶏肉入れてもいいんだけど、すぐ鶏肉入れるとね、ムラができるので、ちょっとね、まず鶏肉入れる前にね、混ぜときます。まず最初にこうやって混ぜておくと、ムラなく漬け込めますね。まあ、これはね、スパイスでこうマリネするときは結構ね、これやることが多いです。これ全然ボウルとかでも OK です。このままね、ドスンと入れちゃいます。で、鶏もも肉は一口大に切ってください。切っていただいて、よく揉み込みます。これ、え、穴開けなくていいんですかとか言われるんですけど、めんどくさいのよ。私はもうこのまま張ってきたね、冷えてる鶏肉を漬け込んじゃいます。ほんで、このまま一晩寝かせます。大体一晩どれぐらいっていうかね、6時間ぐらいなんですけど、そうすると別にね、穴開けなくてもね、だいぶ染み込めます。まあ、竜田揚げの場合は醤油のね、味わいがね、塩味がね、ちゃんと染みた方が美味しいので、まあ、すぐ揚げてもいいんですけど、美味しい究極のね、カリー竜田揚げを揚げるためにこの状態で夕方まで漬けておきます。ではではですね、夕方ぐらいまでね、漬け込みました。だいたい5時間ですね、5時間漬け込みました。そしたら袋に開けていただいて、
片栗粉まぶしていくんですけど、片栗粉まぶしたらすぐに揚げたいんですよね。なので、油はねまず温めておきましょう。鶏肉もね揚げる直前にこう冷蔵庫から出すと結構キンキンで中まで火通るのに時間かかっちゃったりするので、あのね、揚げる、まあ、30分ぐらい前にね上下戻しておくのがベストだと思います。はい、こんな感じでね鶏肉しっかり使ってます。油が温まったのを確認してから片栗粉入れてきます。片栗粉はね大体ね全体的にまぶればいいんだよね。まあ、大さじ4ぐらい入れとくか。ポイッと。ちょっとまだねこの段階でストップ。油が温まったのを確認したらこれをまぶして揚げていきます。まだですね、ちょっとね箸の先からねじわ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 とね空気が出てくるようになったら温まった際になります。こんな感じでね、あの箸の先からね泡が出てきたなと思ったらこれのね蓋を閉じてあげて、よくね蓋を持って振ります。よくね片栗粉をまぶしてあげてください。ポン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 とね、パッと見てまぶってないところあったら片栗粉追加する。もうねこれが大切。もうちょっと入れとこう。プラス大さじ2ぐらい足しときます。もうね念入りにちょっと白くなるぐらいまで混ぜてあげたら、皮の方からとかいいですか、わかんない、ちょっとね入れます。ちょっと広げつつ入れてきます。だいたいね7分ぐらい合計で、しっかり白くまぶってることを確認してね。結局唐揚げはどう揚げてもうまいんですけど、一番おいしくないのは衣が落ちちゃってる状態。衣がね結局おいしいから、衣は落としたくないので触らない、もう入れたら触んない。油はね2センチぐらい引きました。しっかりね油をね引いた方が綺麗にムラなく揚がるんですよね。もちろん揚げ焼きでもいいんですけど、揚げ焼きすると結構ね油の温度が上がりやすいので焦げちゃうことがあります。だから意外と揚げ物初心者の場合の方がちゃんとね油の使ったりするのでうまくいったりするんですよね。この状態で2、3分、まあ3分ぐらいしっかり揚げます。はい、じゃあね3分ぐらいね片面揚げたらひっくり返していきます。こんがりいい感じになってますね。竜田はねちょっと硬いぐらいがいいんですよ。はい、こんな感じでねさらにねひっくり返したら3分ほど揚げていきます。はい、そしたらですねだいぶねこんがり揚がってきました。片栗粉と小麦粉だと小麦粉の方がしっとり、片栗粉の方がカリカリとこう仕上がる傾向があるんですけど、片栗粉でやると結構ね衣が落ちやすいんですよ。だから最後まで取る時もそーっと、ね、あんまり力入れるとねズルって取れちゃいます。そーっと揚げるように心がけましょう。こんな感じでねしっかり濃いめの茶色を目指していただいて、じゃあねよく切っていただいて、はい、揚げていきます。最後にねバットで揚げることで余分な水分飛ばします。余分な水分飛ばすことで、表面の衣がねカリッと仕上がります。皿とかに一度置いちゃうと割とね半分がねしんなり仕上がります。フライドチキンとかだとねそれでいいんですけど、ガリッと仕上げたい場合はしっかり切って両面冷ますように。私はよくね魚焼きの網とかに乗せちゃいます。はい、これで完成です。早速盛り付けて食べましょう。サクサクじわ本格カリー竜田の完成です。ではではいただきます。おいしそう。めっちゃいい匂い。あ、かい、わー、めちゃめちゃいい、おいしい。めちゃめちゃもう味しみしみでジューシー。辛みはねそんなないですね。結構入れたつもりだったんですけど辛みはございません。結構カリッとね揚げてるので油っぽさっていうのがあんまりないですね。なんだろう、やっぱ揚げたても一番美味しいってところもそうなんですけど、スパイスがあるからすごくねあっさり食べられる。もういくらでも食べられますね。カレー粉っぽい味わいではないので、いわゆるカレー味っていうよりもスパイスがよく効いた竜田揚げといった感じです。これまでもね、リュウジさんと一緒にスパイス唐揚げとか、あとはね、だるまさんと一緒にフライドチキンとか作ってきましたけど、これもね、また違った味で美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。レモンマシマシがね、うまいわ。これ私いつも竜田揚げとかねケチャップつけちゃうんですよね。ケチャップも美味しいな。
うまい、うまいよ、うまい、最高。